何の真似だ。決して何者にもなることはない。この一式の器として消えてなくなるだけの存在だ。奴が与えた右手のせいでお前は見つかり、奴が与えた情のせいで死んだ方がマシだってそう言ってんだよ。これで安心して眠りにつけそうだ。加藤氏の分際でよくぞこの俺をここまで追い詰めた。お前がこの世にしがみついていられるのはな、大筒木さんよ。影分身の術、何か言いたそうだな。どうでもいいけど。影分身とはな。まだ練習中だ。一体出すので精一杯さ。うまくいってよかったぜ。消耗の仕方が普通じゃない。あの力、何か重大なリスクでもあるんじゃないのか。はっきりしろよ。本当にあの一式を倒すとはな。その声、こうして出てくるのは二度目になるか。お前も自由になったのだ、カワキ。大筒木一式の魂は完全に消滅した。一式はもういねえ。十尾に食わせる餌がねえ以上、てめえがチャクラの実を手に入れる方法は。回答は相当進んでいたようだな。これならいける。大丈夫か、カワキ。なんとかな。すでにボルトと同程度、回答は8割方完了している。多少小さめの木にはなるだろうが、ある程度の実は収穫できよう。加減にしろよ、どいつもこいつも。俺を物扱いしやがってよ。なのに、内葉佐助、貴様自分の愛弟子を手にかけるつもりか。甘く。このことが桃式が現れた直接の引き金になったと見ていい。逆を言えば、ボルトのチャクラが回復すると困るからだ。他に理由がない。内ハメ、チャクラを吸わせるか。奴の懐に飛び込み、至近距離から加藤を食らわせる。もし俺がしくじったら、お前だけでも逃げ。おい。決め手には欠けるが、急所に当たれば苦しかろう。カーマのことだけじゃねえ。今となっちゃお前のことそのものが俺にとってほっとけねえ問題だしよ。なんだと。これは分身ではない、自分を燃やしている。しょ、やむを得ず吸収してしまった。大した回復量ではないが、急がねば魔を食らわせてやる。加減も引っ込んでもらうぜ。わり、ね、ナルト。そうか、俺ってばもうジタバタすんのもなんだしよ。それにあいつらが大筒木を倒すところも三河家はもう心配ねえ。たとえ俺がいなくなっても。確かに実際話し、何の話したんだ、教えろよ。別に、つまらん世間話。まるでお前とサスケみたいにか。それはどうだろうな。そばにはお前がいてくれた。ふん。ある意味で兄弟以上さ。
何感傷に浸ってんだ。おまかかりのお前の中に押し込められた後もわしの中に渦巻く憎しみが消える。怖がられもしたけど、それと同じくらいクラマには助けられた。なあ、お前だけは違った。お前だけはわしら美獣のことを助けてくれなきゃ、いつ負けてもおかしくない戦いばっかだったしな。冗談言ってんなよ。まあいいじゃねえかよ、最後くる。あとは生まれた時から一度だって離れたことねえんだ。こうして一緒にくたばんのも。お前が死ぬなんてことは一言も言っとらん。一度も嘘を機会に力を得ると、初めからそう聞いてればお前は躊躇しただろう。お別れだなると、クラマ、お前、代償はわしの命だ。そんな目で見るな。そういうとこがめんどくせんだよ。超人的な強さはねえし、わしはついていないからな。行かないでくれ。